今日から東京都内で始まった名人戦7番勝負の第一局愛知県瀬戸市の藤井聡太八冠に挑むのは一宮市出身の豊島正幸九段これまで幾度も対局を繰り返してきた両者対戦成績は藤井八冠の22勝11敗しかし全棋士の中で11勝と最も多く勝利しているのが豊島九段なんです。 藤井八冠はタイトル初挑戦から負けなしの21連覇中豊島九段が八冠の牙城を崩し連覇記録を止めるかが注目されています藤井名人との対局ということで、まあ、大変な強敵ですけれども自分なりに精一杯させしていって、えー、良い対局を皆様に見ていただけるように頑張りたいと思っております。最大限こう集中しててまたこう読みを深めて を見ていただく方にこう楽しんでいただけるような勝利がさせればと思っていますそしてつい先ほど豊島九段が40手目を封じ手にし対局は中断されました2日制の名人戦決着は明日午後と見られています